稲垣潤一さんのクリスマスキャロルはキャロルの頃にキャロルの頃にやってみたいと思います。クリスマスキャロルが流れる頃には君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくて、手も少し伸ばせば届いていたのに、1ミリ何か足りない、愛のすれ違い、お互いを分かる過ぎていて心がよそ見できないのさ。クリスマスキャロルが流れる頃には君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくても、誰かがそばにいるのは暖かいけれど、背中を毛布代わりに抱き合えないから、近すぎて見えない支えは離れてみればわかるらしい。クリスマスキャロルが流れる頃には君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくても、クリスマスキャロルが流れる頃にはどういう君と僕に雪は降るのだろうか。クリスマスキャロルが流れる頃にはどういう君と僕に雪は降るのだろうか。じゃあ。